五平餅でミサイルの雨を降らせましょう。はいどうもこんにちは、ハロアです。ってことで今回もモダンウォーシップやっていきましょう。今回はですね、タイプ100を紹介したいと思います。はい、こちら潜水艦でして、耐久性が48万船でめちゃくちゃ耐久が高い、潜水艦になっています。でその代わり速度が遅くて、13.9 ノットになっていて、操縦性が 8.5、 レーダー範囲が 8.8 でソナーが 1.6 で、酸素容量もちょっと少なくて、162.5 になっています。で武装がこんな感じですね。固定の DF-17 積んでるんですけど、この DF-17 がまた特殊な DF になっています。でミサイルが1プラス1プラス1プラス1枠ってあって、魚雷が2枠あります。ということで早速ね、練習モードでどんな感じかやっていきましょう。レッツゴー。さてと早速やっていきましょう。でこの固定の DF-17 はね、まあだいたいこんな感じにはなるんですよね。はい、こんな感じで撃った後に散らばるミサイルでして、MGM-140 とちょっと似ているミサイルになっています。もう一回撃つけど、まあこんな感じで散らばって当たるので、このミサイルもね、おそらくね、大型艦に強いミサイルなのかなと思います。ちっちゃい潜水艦とかに撃つと多分ダメージが低くなるんですけど、さてどれぐらいダメージ出ますか。5万3000で空母に撃つとどうなるのかな。89,000。やっぱり大型艦、まあ空母が一番ダメージ出て、次に戦艦、その次に水上艦で、最終的に潜水艦になるのかなと思います。ちなみにこちらの MGM-140 も一緒で、空母に対してはだいたい3万3000ダメージ出るんですけど、潜水艦とか水上艦に対してはちょっと弱くなるんですよね。2万3000っていう感じでね、今回はこれらのミサイルを使ってね、大量にね、ミサイルの雨を降らせていきたいと思います。まあこんな感じです。ってことで早速やっていきましょう。レッツゴー。さてと、まず1戦目護衛戦でやっていきましょう。攻撃側だったらね、輸送船に対してね、バンバン攻撃して、めちゃくちゃダメージ出したんですけど、今回護衛側なので、攻撃しに来る敵に対して、ミサイルをバンバン撃っていきたいと思います。で、まあ、この編成の弱点はですね、潜水するとね、ほとんど攻撃できないんですよね。まあ、魚雷2枠あるのでまだいいんですけど、それ以外もう全部使えないので、そこだけ気をつけて扱えばいいのかなって思います。ってことで早速バリアークに対してミサイルを撃っていきましょう。これチャフたかれそうだけどどうかな、結構遠距離やもんでね。あ、チャフたかれた。まあその後にミサイル撃って、これ当たるといいんだけど、ちょっとさすがに厳しいかな。で今度ソードシップが出てきたので、ソードシップに対してミサイルをバンバン撃っていきましょう。いいねいいね。ただ障害物に隠れてあんまりダメージが出ていないで、君どこにおんねん。じゃあ君に対してちょっとどんな感じか、ちょっとミサイル撃ってみようかな。さてどうなる。またチャフ抱かれた、聞いてない。でそこにソードシップいるので、ソードシップに対してミサイルを撃っていきます。これ当たるかどうか。ほい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 、おお。ダメージ出てるけど完全には当たってない。完全に当たるところをね、ちょっと見てみたいんですけどね。相手の車線管理がしっかりしてるな、ほんと。さてこれぶっ刺さるんじゃないか。おお、けどなんか微妙なダメージ、チャフたかれているからあんまりね、ダメージ出ていないような感じがしますね。お、今チャフたいたね。おき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 、じゃあミサイルバンバン撃っていきます。でこれでどうなるかな。おお。やっぱ水上艦に対してはそこまで強くないかな。空母とかに対したらめちゃくちゃダメージ出るんだけど、水上艦だとやっぱり船が小さいと、あんまりダメージ出ませんね。さてそこにいる、バリアークに対してミサイルバンバン撃っていきたいと思います。ほい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 、いいね。
で、MGM140 もしっかり使っていきます。防空でちょっと撃ち落とされてるなけど、まあまあダメージは出ていますね。まあまあダメージ出てる。ホイ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 ってやっていく。で次ソードシップがいるので、ソードシップに対してミサイルを撃っていきます。でなんかアルゴナスいるから、ちょっとアルゴナスにちょっとミサイル撃っとこうかな。アルゴナスだとどうなるんだろう。あんまりダメージ入ってないですね。動きが速いあの船に対してはあれどれぐらい効くんだろうか。こういうなんだろうね、あの大型化に強いミサイルってさ、あの敵に近づいた時にさ、あの散らばるけどさ、実際あの動きの速い船に対してはしっかり当たるのかどうかちょっと気になるね。もしかしたらワンチャン弱い可能性がある、動きの速い船に対しても。ってことでソードシップが出てきたので、ソードシップに対してミサイルをガンガン撃っていきます。でこれでおーんーギリギリチャフ叩かれたか。だってミサイルが来たので、こっちもチャフ叩いて MGM を投下していきます。ほい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 。で大量にミサイルをばらまいていきます。これちょっとデコイ立ちますね。いいタイミングですね。これ特攻しに来るんじゃね。やめなさいやめなさい。うー痛いけど耐えた。あぶねー、自分も一緒にやられるところだった。ということでバリアークがいるのでミサイル撃つけど、氷山に当たります。さてとこっからミサイルをバンバン撃って攻撃していきたいと思います。まず目の前の連敗からちょっと攻撃していきますね。でサスクミサイルに対してチャフがたかれます。でアルコナスにちょっと攻撃してみようかな。ほい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 。これ当たるかな。いいねいいねいいね、当たってるね。いいねいいね、当たってるね。うんいいねいいねしか言ってないんだけど。さて残り30秒くらいで、HP が 25% くらいなので、できるだけちょっと早めにちょっと敵やりたいな。ここからちょっとミサイル撃つけど、もう体力ねえや輸送船ので、あの無事負けますと。強くはないですねこの編成。ということでもう1試合やっていきましょう。さてと2試合目はオンライン戦でやっていきたいと思います。 CA のタイプ100はですね、あの他の潜水艦とはね、あの違うところがねあってね、 CA のタイプ100はですね、あの潜水艦の中でね、あの一番耐久が多くて、48万1000っていうね、あの耐久性を誇っているので、めちゃくちゃ耐えることができるんですよ。この体力の多さを生かして、まあゴリ押すことがまあできる、ゴリ押すこともあのできるし、あと普通にあの耐久性が高いので生存力もあの高い船になっています。こいつ使っているとね、あの他の潜水艦では死ぬ場面もね、あのこいつなら耐えちゃったりするんですよね。ってことで早速、モンスーアが目の前から出てきたので、まあとりあえずミサイル撃ちましょう。どれくらいダメージ出るかな。まあ水上艦に対してはそんなもんでしょう。続いてバリアーク出てきたので、バリアークに対してもミサイル撃っていきます。でなんか今ちょうどチャフ耐えたような気がするので、ミサイルバンバン撃っていきます。これで13万、いいね。で次ポートロイヤルが出てきたので、ポートロイヤルに対してちょっと魚雷とミサイルを撃って、でチャフ耐えたの確認したら、普通に MGM 撃ちたかったけど、潜水したので、そこまで、ダメージは入りません。魚雷強いな。でそこに、モンスーアがいるので、モンスーアに対してちょっとミサイルを撃っていきたいと思います。まず魚雷ですね。魚雷しっかり当たっていく。で後ろから大量のミサイルをぶつけていきます。ほい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 、いいね刺さると強いんだよなこの編成。ただ刺さらないと弱い。さて続いて目の前からポートロイヤル出てきたので、DF17 を撃って、これでチャフタクかな、どうかな。とりあえず DF とあと魚雷だけで11万ダメージ出たので、めちゃくちゃ強いですね。さて相手は、対戦ミサイルとか持っていないので、潜水艦に対しては無力だと思います。なのであの潜水してね、あの一方的に攻撃していきましょう。これ相手あの対戦ミサイル持ってきてないなこれは逃げるしかないでも魚雷が、当たっていく。ポートロイヤルグレランないから魚雷消せないしね。魚雷も持ってないから潜水艦に対して攻撃できないから結構きついよね。
さて刺さっていく、これもう浮上しちゃって、もうミサイルでやろっかな。はい、近距離ミサイル。さてこれがね刺さるんですよね。ほいほい、いいね。でできればあれ、ここでちょっとボトロイヤル仕留めたいので、もうここでやっちゃいます。でちょうど着弾いたので、魚雷でやっていくと。でそこに、バリアークがいるので、ちょっとこいつ先に仕留めて、空母やりに行きましょうか。ほい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 。チャフがね、ちょっと遅れるとね、普通にね、チャフ焚いてもこのミサイルは当たってしまうんですよね。でこれでバリアークは、やれましたね。さてそこに空母がいるので大チャンス。さて空母に対して、強いこのミサイルの出番がようやく来ました。ほい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 、17万8000、やばすぎる。でこの調子でどんどんミサイル撃っていきましょう。いやー、他空母の体力半分持っていくこのミサイルってやばいな。いいね、19万2000、めちゃくちゃ出てる。やっぱ空母に対しては強いな、ほんとこのミサイル。さて8万3000 でこのままバンバンミサイル撃って、ここで空母をやっていきます。でちょっとチャフ遅れたんですけど、まああんな感じで散らばって、ダメージは、ちょっとだけ入ります。でもうミサイルバンバン撃っちゃって、これで倒せるかな。ほい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 、はい、ありがとうございます。ラスト潜水艦ですね。ちょっと距離離れているので、頑張ってそっちに向かいたいと思います。さて潜水艦見つけたのはいいんですけど、もうさすがに時間なくないか。もう10秒しかないけど、これやれねえわさすがに。はい、まあとりあえずミサイル撃つけど、これ当たっても時間ないので、倒せませんね。まあ最終的にまあこんな感じで引き分けになりました。ってことで GG。 はい、ということでいかがでしたでしょうか。 CN タイプ100はですね、この固定のね、DF-17 というものがついていて、このミサイルがね、空母に対して、強いミサイルになっています。でその他ミサイルがね、合計で4枠分あるので、まあ今回は MGM-140 を載せたんですけど、このミサイルはね、あくまでネタ編成で、実戦ではおすすめできないので、まあ核ミサイルの、まあブラバだったりとか、あと YJ-18B とか、そこら辺の水中発射式ミサイルを乗っけるのがいいのかなって思います。で魚雷は、今回89式積んだんですけど、まあ89式でもいいし、まあ核魚雷を積んでもいいし、まあどっちでもいいっていう感じですね。まあ基本的には、CN タイプ100は、耐久性が高いので、その耐久性の高いメリットを活かして戦うのがいいのかなって思います。ってことで今回の動画終わります。よかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ってことで今回の動画終わります。バイバイ。